ても俺たちが太刀打ちできる相手じゃない。トランクス、やっぱ強え。すいません、悟空さん。あ、はっ、おめえは誰だ。父さん。え、悟空とベジータ。父さん、うん、みんなこんなことしている場合じゃねえぞ。あれを見ろ。自分の宇宙を探れ。クリーンさん。時の海王神から事情は聞いた。厄介なことになったな。別の次元のベジータと悟空か。いやー、みんなどうも。ドギドギ。災いの鳥はそいつか。ピンポン。宇宙の種を覚えているかい。僕の元で神聖な宇宙樹に成長しているよ。あのハーツも貴様の計画の一部だったということか。何者なのか知らんが、宇宙樹とはな、宇宙を養分として成長する伝説の巨大樹。そんなもので何をするつもりだ。新しい宇宙を作るのさ。全宇宙のエネルギーを吸い尽くして、この僕が宇宙を生み出す。最高。
のか、クリリン。ああ、楽になった。ありがとうございます、ビルス様。たく、なんでこの僕がこんなことを。お前たち、あの根が吸い取る養分とは宇宙に生きる命のことだ。今は僕の力だけを吸わせているが、長くは続かんぞ。あれは僕にも簡単には壊せん。お前たちは奴を追って宇宙樹を何とかしろ。わかった、サンキュー、ビルス様。俺たちは独自に調べてみる。ベジータ。ああ、ゾクさん、俺も行きます。うん。俺は足手まといになりそうだな。僕たちも何かできることを探します。資金にしろ。よし、じゃあ行っていくか。